スマブラのルールは至ってシンプル。相手を画面の外に吹っ飛ばす。たったこれだけ。攻撃を与えるとダメージがたまります。相手のダメージが十分たまったらスマッシュ攻撃。これが気持ちいいのよね。たまったダメージが大きいほどよく吹っ飛びます。でも吹っ飛ばされた方も簡単に諦めちゃダメ。ジャンプや技を駆使すれば戦いの場に復帰できるかも。各ファイターは4つの必殺技を持っています。一方、攻撃を回避したりシールドで防御することもできます。ちなみにシールド中の相手にはつかみ技が有効です。あ、そうそう、試合中に現れるこれ、その名もスマッシュボール。叩いてゲットすれば超大技最後の切り札が炸裂。まずは難しく考えずコツをつかんでみましょう。